演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、スニッカーズピーナッツを食べたいと思います。スニッカーズって今まで食べたことはないお菓子なんですね。で、私コンビニとかで手軽に買えるイメージ。ちなみにてか、このイメージはどっから来たんだけど、はい、中身は、はい、こういう商品。この中にナッツがぎっしり入っているということなんでしょうね。では、いただきます。キャラメルは美味しいんだけど、ザクザクがちょっと物足りないな。もうちょっと欲しい気がする。チョコレートを噛むと中からキャラメルの濃厚な苦味とちょっとねっとりとした食感が来るのですが、それに飲まれてしまって、ちょっと主題のピーナッツが影に隠れてしまったのが残念ですね。ピーナッツでもちょっとザクザクとした食感も味わいたかったです。キャラメルも美味しいので、そこだけちょっと残念でしたね。こちらの点数とさせていただきます。はい、卒業かな。ブラックホールで空ばかり。ブラックホールの影響で何かから卒業したのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。